行に来た人が花を勝手に摘んでいくの。Thank you.
帰りなさい。大学はどうでした？静香さんの先生ってヘンリエッタ先生？よく静香さんの部屋に遊びにいらしてたから。若くて可愛らしい方よね。あ、ほら、あなたの足元の穴、それはヘンリエッタ先生が踏み抜いた穴なのよ。あなたのお部屋なんだけど。今煙突掃除をしてもらってるの。もちろんお部屋の荷物が汚れないようにカバーをかけて。本当はあなたが来る前にきれいにしておきたかったんだけど、煙突掃除屋さんの手が空いてなくて。さっきキャンセルが出たって言われたから、それでお願いすることにしたの。腕がいいからあちこちのお家から引っ張りだこなのよ。行ってみましょうか。そろそろ終わる頃だわ。お疲れ様。お茶を入れるから降りてきてちょうだい。ありがとう。ちょっと待ってて、今行くから。はい、煙突掃除終了。ご苦労様。はい、お礼。こちらはこの部屋に新しく入った人、日本からのお客様よ。達也さん、こっちが煙突掃除屋さんのニコちゃん。とっても腕が良くて、それにいい子なの。
しく。わあ、礼儀正しいのね、ニコちゃん。知らないよ、財布なんて。